ウィーン地下鉄1号線は、ウィーン路線網が運営する地下鉄路線の一つである。オーストリア共和国の首都ウィーン市の北東部にあるレオポルダウ駅から南部のオーバーラー駅を縦に結ぶ路線であり、途中ウィーン市中央のステファンスプラッツ駅を通る。路線色は赤である。現在ある5本のウィーン地下鉄路線のうち、1号線は1978年に新規開業した。 番号順では最初であるが、最初に営業が開始された路線は、都市鉄道の一部を利用して1976年に開通した4号線である。1976年にロイマンプラッツ駅からカールスプラッツ駅間の最初の営業区間が開通した後に、ウィーン市北東部方向に延伸が続けられ、2006年にウィーン S ・バーン・レオポルダウ駅まで開業した。 2017年9月2日、6億ユーロの建設費用でロイマンプラッツ駅からオーバーラー駅までの 4.6km を延伸開業した。路線は北方向にオーバーラー駅から観光地として有名な一区インネレシュタットの中心のシュテファン大聖堂があるシュテファンスプラッツ駅との間をつなぐ。ここから北東方向へと転進してドナウ川を渡り、 IAEA、e、等の国際連合機関が多数集積する国連都市の横を通って終点のレオポルダウ駅に至る。アラウダガス製駅からドナウインゼル駅までは地下路線であり、このドナウインゼル駅を境に終点まで広角間と近く間が混在する。ありがとうございます。